ちょっと待て。出発の前に言っておくことがある。通路に赤い網みたいなものが見えるだろう。あれは侵入者の探知装置だ。あれに触れると艦内に警報が発令され、帝国兵たちが集まってくる。時間が経てば警報は解除されるが、騒ぎなど起こらんに越したことはない。いいか、気をつけるんだぞ。敵の数にひるむな。増兵に構わず指揮官を倒せ。
ご無事で。ウォスラ。あ、殿下。ありがとう。大丈夫です、私。ぐずぐずするなよ。時間がないんだぞ。パンネロが待ってるんだ。さっさとしてくれ。敵が来る。話は後ほど。殿下、我らが結露を開きます。私は裏切り者の助けなど何としても必要です。自分がそう判断しました。引き返すぞ。関西艇を奪って脱出する。殿下は無力な自分を許せぬお方だ。だが現実を受け入れてもらうしかない。大丈夫。リースが気づきました。早く脱出を。アズラス将軍ですね。僕と来てください。先回りして飛空艇を抑えましょう。正体を知った上で逃がすのか。アーシェ殿下、あなたは存在してはならないはずの人です。あなたへローゼンバーグ将軍が死んだことにされていたのは何かが歪んでいる証拠です。今後あなた方が行動すればもっと大きな歪みが見えてくるように思います。だから言ってください。隠れた歪みを明らかにしてください。私はその歪みを正して帝国を守ります。
わかりました。どうもな、ラモン。あの時はすみません。パンネロさん、これ、お守り代わりに。行きましょう。残念ですな。ダルマスカの安定のために協力していただけるものと信じておりましたが。まあ、王家の証はこちらにある。よく似た偽物でも仕立てればよいです。あなたには王家の資格も価値もない。浜関か。ご立派ですな、殿下。名誉ある降伏を拒むとは全くダルマスカらしい。貴様に何がわかる。トロい船だな。主人公向きじゃない。俺が飛ばしてもいい。また落ちたいの。早く早く全開。ダメ。下手に急いだら見破られてたわ。これ洗っておきました。光栄の至り。オンドール校に。でもあの人は。お会いになるべきです。表向き帝国に従っているように見えても、それは公爵の本心ではありません。こうして殿下をお助けできたのも公爵の助言があればこそです。少々危険な手段ではありましたが。自分も同感です。これまで距離を置いてきましたが、もっと早く公爵を頼っていれば。自分が愚かでした。ウォースラー殿下、自分に時間をください。我々の力だけでは国を取り戻せません。別の道を探ります。自分が戻るまではバッシュが護衛を務めます。まだ彼を疑っておいででしょうが、国を思う志は自分と変わりません。あなたがそこまで言うなら任せます。
殿下を頼む。オンドール公爵の下で待っていてくれ。